下克上。スラパチステーション。おはようございます。スラパチステーションのよしきです。ということで、気候だ。ビタテンさんに今日はやってきてるわけなんですけども、まあさっき、抽選の方終わって、で、まあ、入場も終わってるんですけど、台取れませんでした。まあ、その理由も抽選がね、昨日もう東京で実践やったんですけど、その時も500名中530番っていう、まあ、その限界突破をしてしまって、で今日もさすがに行けるやろうと思ったんですけど、今日もまあ同じぐらい並び500人で、結果が536番ということで、538番か、まあその2番ぐらいどうでもいいんですけど、まあ抽選がきつい。最近きついって、まあその人数の話じゃなくて弱いっていうことで、まあ、それは置いといて、でもうまあ抽選終わって入ってるんですけど、まあ、当然台取れなかったんで、まあ中途半端にパチンコ打つんやったらもうちょろっとあくまで待とうかなと思いまして、とりあえず県の方から開始しております。今オープニングに来てます。はい、ということで、まあ、もしかしたらちょっと待ちきれんくてスロットあかんすぎて待ちきれへんかったらもうちょっとパチンコ打つかもわかんないですけど、まあ、とりあえずちょっとしばらくはスロットあくまで待ってみようかなというふうに思います。で、よしきの課せられたミッションの方がこちら。じゃあそうですね、気分転換にいつものポーズやっていきたいと思います。はい、ということで気候なスイッタ店さんで今日も一日気合い入れて下克上。ひな、ちょっとひな、こっち来て。ちゃうね、ランニングマンかかってんすよ。バリ下手っていうな。やっと開けました、番長3っすね。で、履歴が今3回当たってて、初回が492ゲームで当たってる台ですね。いやー、まあちょっと早いヘルメットが挟みつつ、今12時くらいです。よし、ここから開始です、行きましょう。下克上。はい、ということで番長3、打っていきたいと思います。こっから本編ですね。まあでも空いてるっていうことは、まあそういうことなんでしょうね。多分露骨にこのベルカウンターの対決が、まあ、対決発展が、まあ、32回多く超えたりとか、で1回目のあたりも450ぐらいか、で2回目今429ハマりしてるんで、多分まあ決してまあいいわけではないから捨てられてると思うんで、行くしかないけども、今流れは来てると思ってます。前回前々回フリーズ引いてるんで、今日もかましてありましょう。まあもう番長3はね、よーまあ言わずもがな、ベルゲー、まさにベルゲー、ベルが全ての鍵を握ってって言っても過言じゃないぐらいベルゲーっすね。もう設定6でもベル行かなかったら余裕で負けるんで、だから設定も大事ですけど、ベルの引きも超大事。ダメか、さあレア攻略と思ったけど、あ、特訓か。いや前兆全くなかったのにな。まあ伝統が弱いんで勝利確定ではないですね。チャッピー1ゲーム早いよなこれ。ダメ、あ、3ゲーム続いた。
あれ勝つかもしらん。あ、4ゲームついたら確定ですね。ってことは勝利確定か。何も置いてないんで。よっさ、557ゲーム早い。まあ いや、とりあえず行こう。で、番長3大事なのはとりあえず、この1日目 BB カウンターの方、1日目、3日目、6日目、9日目が大事ですね。1日目は、いや、3回に1回ぐらい5大事でいきます。5大事が大事ですよ。はい、単発か、しょっぱな126枚。まあ、しゃあないですね。しょっぱななんで、まあいいでしょう。夏目うわ、このあれですね、マンチョ3の第1ショート外れはもうほぼ対決いきますね。2回も出てるんで、これはもう対決いきます。パキ、さあ1ゲーム早いって。あかん。さあこれは対決レンジャー行きましたね。やっとここかな。ノリオ、ここで MB。 じゃあおーす、あるよ、ベルいいだ。2回引いた、これは頼むわ。3回引いた、これ決めなあかんで。これ書き換えてもらわんと。いや、あ、これ、今対決終わってすぐに特訓行ったんで、これは比較的熱いパターンです。多分書き換えてるかもわかんないですね。あー、チャンスアップですね。しかも今右側出てきた時、まあ、大体リプレイ対応やったかな。なんで、まあ多分ほんま当たってると思います。はい、次回ナスノリオのドルジェス、多分確定対決だと思うんですけどね。あ、確定、書き換えてました。まあさすがにね、ベル3回引いたんで買ってくれると困りましたね。300ゲームそこそこ早いですね。投資8本。あー、多分対決上がってますね。いや、違うか、違うな。とりあえず奈良公園ステージ行ってくれたんで、32ベル以内に、出てきてくれます。さあ、ゴーダイズの折りが来た。3回に1回は入るよ。あー、ないか。基本ゴーダイズの折りが、まあ、その夕日の演出来た時に1回でも途絶えたらもうないです。ダメか。あー、行きましたね。17かな、まあその辺。さあ、ART2 の対決は大事なのは、まあ、ベルは当然なんですけど、左ファーストのナビが出たらそれが一番あのベルの可能性が高いんで、左ファースト出すことが大事です。あ、これですね。これが結構ベルの可能性が高いです。とか、いき空気呼んでくれよ。あ、また来た。あ、来ましたね。頼む、1回だけか。ここで MB。 あ、今なんかオーディションでベル、MB やったんで確定でしたね。よしよしよし、まあ単発ではない。この音がいいですよね。はい、2セット目。お、隣が絶頂対決ですね。俺は弁護コーチ。いやー、絶頂1回で参ったらもうゴーの可能性跳ね上がるからな。
これセリー蹴ったら、あ、チャンス目ですね。 MB チャンス目、珍しい。今のチャンス目で当たってれば対決、次には絶対出てきます。エースが起きれば、あ、大丈夫、これ確定ですね。まだなっちゃうか。さあ来たチャンスやけど、ここで MB 使い切った。大相撲やあるぞ。ベルさえ引ければ左ファースト、いやー違う、おっさあ来た、大チャンス、波なし、ああもうもう鉄板っすね。さすがに大丈夫っす。あ、確定や。オッケー、あお、でもこれで、ね、あれや、3日目、3日目までいけるんで、オッケーですね。お、珍しい。はい、3日目、さあ、ゴー大事チャンス、2回に1回ぐらいは入ります。あ、うわ、やっぱこれめっちゃ熱いですね。豪遊閣なんですけど、まあ要は、並べるまでに対決絶対ずっとループするって感じなんですけど、何が熱いかって、これ豪遊閣の3日目なんで、これだから豪遊閣でボーナス当てて、ループ立てたらこのステージもずっとループするんで、これ今一番熱い状態です、番長3の。あ、しかも今、対決の煽り取ったじゃないですか。でそれの後にこの豪遊閣、じゃあ、豪大寺か、夕日の煽り来てるんで、これは豪大寺確定です。これ決めたらどえらい。だからここでボーナス当てて、ボーナスにベルたんまり貯めて、そしたらもう7までの対決がずっとループするんで、かなり対決いくわけですよ。うわー超大事やな、これめちゃめちゃ熱なってきてる今。ここで入ってんかな、誰、さっき、あー、ここで引いたか、めんこが。1ゲーム目超大事ですね。1ゲーム目に上でいければ 40% ぐらいで勝ちます。だから左ファースト頼む。おっさ、来た、めちゃめちゃ熱い、 40% で勝つ。しかも赤やったらチャンスアップですね。もう一個いとけ、投げなしのもう一回、いやー勝てよ、攻めた継続、嘘やろ、おっさー、これやばいっすよ。まああわよくは絶頂、ここは長いよな、赤、あー、まあまあ、いやいや、もう最高っす、これマジで最高、言うことなす。来た来た来た、いや言うこと聞いてくれてるわ、めっちゃいい轟き、最高の轟きですね。しかも青に昇格、多分チャンス目かな。だからもうベルたんまりためプラスストックも取っていきましょう。さあやっぱここっすね、綺麗、超美しい、やばい、おもろいな、こうだったらマジおもろいんですよね。さあベル引きまくるだけです、あとちょっと物足りんすけど、まあいいでしょう、ストックも流し、一応、10個かカウントあるんで、これがまあ、7位以内に絶対来るから、1回は絶対対決もらったって感じです。で4度に再セットで、このステージ継続で、一番最高のパターンは BB 天国みたいなモードがあるんで、それに行ったらまた、豪大で入って天国で、ボーナス当たるんで、それがずっとループしたらマジで終わらないやつ。さあまずは1回目の勝負対決と言っても、まあ1個1個大事にせんがんと、もったいないことになるんで、しっかり取っていきましょう。待て、ダメか、あーマジか、いやーちょっと待って、もったいないぞ、しっかり取っていこう、ここ、さあせめてストック1個は取ろうぜ、ほんまに。バドミントン、ここやな、ナビなし、ベル引いた、もう一丁、よしよし、
上がってるな。これは大丈夫ですね。射程も来たし、これは大丈夫です。もうちょっと生きる。 OK、 ちょっとヒヤッとした。さっきの視察地、おいで、今トモロキドリームミサオバージョンが流れてるんで、ストック2個以上ですね。だから1個余分になんか潜ってましたね。エース、あーマジか、終わっちゃった。まあいいや、一応まあ最低1回は継続されるんで。いやうまい、今日やれる日かもな。大丈夫ですね。よし、いやいいね、これいいの取ってますね、ループ。さあ入れ、2分の1ぐらい。どうなんどうなん、おっさあいった、あとは決めるだけ。熱い、あこれもしかしたら確定対決かも分かんないですね。こういう熱いエース絡んだらもう勝利確定の対決っていうことが結構あるんで、これは期待。チャッピー次回バドミントン、ああこれは多分確定対決かも分かんないですけど、ベルフィーでいきましょう。完璧、これはもう鉄板っす。よし、さあおきた初めて引いたね、豪華。それか 6% 引いたんか。写真撮ろう。やったことだ。まあいいや、行こう、頑張ろう。まあだってここは、まあ、こっからよ、ベル入れけよ。さあこれで2個目、まだまだ行こう。ドッジボール、ベル行かなあかんよ。ナビなし、おーし、これは大丈夫ですね。 OK、 3つ目、いや、いける、これで3つ目ですね。まだ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 終わらさんぞ、ドッジボール。左ファスト、ベルの可能性が高い。いやー、ナビリプレイか、頼む。いやーちょっとまずいな、次あかんわ、やばい、終わる。復活は、あーマジか、遅いな、ここで弁当マジか。いやー3つか、まあこんなもんっすね。5かな、もしかして。やっぱ1回でも来ると5の可能性が一気に跳ね上がるんで、それかまあ 6% 引いたかちょっと分かんないですけど、まあでも楽しかった、初めてできたわ自分の内で。よし、855枚ですね、とりあえず再生。とりあえず対決はいった、溜まってる分で。おバドミントンよ。さあベルさえ引ければ勝てます、お大体。だから左うまい、確かこの時55%ぐらいでベルやった気がします。よし、ベル2回引いた、あお、うわー熱いなーこれ、天国やったりしやんかな。あれ、あびっくりした、いやびっくりした、まだね、でもあるぞ。ベル
左や。あー、まるか。次ナビなし。あ、チャンスアップ。ベル引いた。ラストゲームに引いて、おっさ、でかい。これしかも1回デッチョ入ってるんで、5やったら 25% っすよ。赤くなったらもうデッチョ濃厚。赤白か。あー、まあ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 いやー、おもろ、やば。まあ赤ならんやろ。MB5 やな、マジかよ。絶対ないと思ったのに今。いやこれ始まったな。しっかり見ますね、ちょっと初めてなんで。今回こんなんなんか。いやもう今日もやっちまった。いやーこれでフリーズミス3回連続。はい、狙ってみましょう。ごめんなさい。いやー、しびれるわ。初登板。これは、そうですね、これで、あ、すごいです、2角で、まあ、ストックの広角ですね、まずは。だからストックを前、たんまり溜めていくんですけど、あとは BB の天国がついてくるんで、だから1回絶頂入ってるでしょ。だから、設定こうやったら、もう1回25番のチャンスを得られるってわけですよ。でも猛烈に熱い状態今。いやそれより3回連続フリーズはやまない。えぐいな。どうかしてるわ今。いやもう今何個あるか分かんないですもんね。いや初めて番長3でいい思いできるかもな。いや今回の跳馬もマジでかっこええな。まあエンブレムも大好きでしたけど、この曲も最高っすね。さあ最高の時間でした。でとりあえず1187枚ですね。でこっから、あ、そうかそうかそうか、これもあれですね、今までの番長シリーズと一緒ですね。ボーナス中に引いたらまたボーナスが出てくるっていう、だから一番いいタイミングなんですよ、ボーナス中に行くっていうのが。しかも青や。綺麗な方を狙いましょう。で、多分ディスタンス聞けると思うんですよね、これやったら。あー、疲れへんのか。ということで、じゃあスイカ、あ、弁当1回だけかな。まだ青ならなんで、あってもいいはず。いやダメか、まだある。まだない。ないか。とりあえず1309枚。あ、これ番長2の今、一番下のステージですね。いや、ええ音楽やわ。いや、まあ天国確定なんですけど。だからこの番長3、番長2の音楽も流れることあるんですけど、だからこの通常のステージの時に普通で、で5台で上がった時にその番長2の
この崖登ってるステージの音楽流れたら絶頂確定やったりするらしいです。そういう暑さもあるみたいですね。まだいやこれめっちゃ出てくるぞ多分ほんまに。でも勝利実数で左バーストうまい。55番でベール、あーダメ、波の足 MB、 よし1回は引いた。チェリー、あー確定っす。対決のチャンス目は確定っすね。とりあえずここ虹色にすることはできましたね、このいただきジャーニーのストック。あーもう出てきたか。あ絶頂や。いやこれ5でしょ。うわ初めていった、マジかよ。まあ大丈夫っす。4ゲーム継続ですね。まあ一応確定パターン。さあ行きましょうか。2回目完全に5や。さっき3つやったんで4つ以上目指します。あちょっとマジかよ。ここで行きましょう。まあこれは確定。さあ3回目 MB がいい。リプレイ止まれば2角、あーベルか卓球 OK うまいナイス。左ファーストベルがいい、うまい、いったでしょ。嘘やろ。うわマジでベル2回引いたのにな。うわそれは弱いでしょ。2個か。いややっぱ絶頂難しいな。まあいいや。いやちょっともうストック数えてなさすぎて何個も食ってるか分かんないっす。何よりまあ多分設定5の可能性が今すごい高いんですけど、この短時間で2回入ってるんで絶頂に。設定5の魅力は何と言っても万倍突破率 8% と言われてます。いや今の俺なら意見ごとないよ、この流れなら。いやもうこうなったら目標は万倍しかない。さあ1500枚突破で1個獲得ですね。ダメか、痛いな。おっと天国あるんちゃうかこれ、もしかしたらまた勝て。あーもったいねー、天国はなかったっすね。いやー一回一回大事なのになこれ。嘘やろ。それはないわ。あーちょっとやかんって、ちょっと7連敗中よ今。もったいないけどまあしゃあないか。あマツコ対決濃厚っすね。もう負けるわけにはいかん。ナイス左、ナイスベル、あが、あこれは大丈夫ですね。青ばっかやな。さああとは番長長番と絶頂2回分の力を見ましょう。今のボタンのリプレイ対応の起こしやすが出たんで、まあほぼ対決ですね。これ出てきます。優秀やな。5回ベルで MB でいいよ。あいやなんでよ。
遅い。これね、この演出、まあ、チャンス目なんですけど、結構、マダラとあの岩尾の選択率が高いと思ったら、ノリオなんで、多分これ、強対決が選ばれてると思います。変わるやろ。あー、マジか。ってことは、確定とか、いや、やったかな、どうやって忘れましたね。やっちゃうな。あー、そうか。ちょっと弱いな。ただに上の上位の対決選ばれやすいっていうだけです。13セット目で6日目です。楽しみな6日目。よっしゃ、いった。熱い。 MB や、頼む。あー、マジか。トリス、悪くない中対決。ナイス。おっ、ストレス、最後に1回だけいける。 MB チャンス目が最高。あー、ベルや、頼む、買ってくれ。おっさ、来た、大チャンス。赤ボタン。あーあー、まあ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 。いやー、このドキドキ感やばいな、これ。とりあえず2000倍突破、5分の1の分岐点ですね。いや、もう満杯しか意識してないっていうな。18セット目からの6日目 BB モードで、こっちももうすぐ対決と。このセットはチャンスですね。よっしゃ、来た、大チャンスでございます。6セット目6日目か。誰が出る。あー、熱い、熱い。トリデス。あー、やろう、ベル行けば勝てる。頼むぞ、マジで大事、マジ大事。あー、やばいな。あー、大丈夫です。3ゲーム目との攻撃なんで確定対決でしたね。あー、いや、4分の1って考えたら毎回超ドキドキしますね。叩きジャーニー、そろそろチャッピー倒したいな。で、イールポーシーおって言ってたらこれよ。いや、どうかな、頼む。なんでやねん、もうチャッピーマジ強い。あー、もうなんでよ。あー、もうあかん、ダメや、むず。まだいますね。めっちゃ対決入んのにな。もう勝たない、許しませんね。ごめん、これは勝てよ。ベル行け、頼む、ほんまに。あー、あかんわ。あー、よかった、確定対決でしたね。アップねー。19セット目お、奈良公園、本公園ですね。もう一個上がってくれ。上がったら超熱い。来た、久しぶりの合流格。いや、まあ BB 絡ませたかったですけど、2日目なんで、まあきついっすね。ってことはベルをたくさん、まずは1回目。あが、いけ、お、続いた、大丈夫でしょう。よし、きっちり取って、あ、黄色、あ、来た。
ルーム取ってる。さあこっからまだまだいけ。おっしゃ、2個目。熱い熱い。3個目、4個目。あー4個。いや十分十分。いやもうあれマジで楽しいですね。いや一気に取ったな今。でチャッピーね、ここも倒して、もう一回やろう。ラグビー、あー1人伸び出し。あーガンガン。チャッピーだけはマジ強いけど、だから5個っすね。5個取りました。出てこい、エース起きれば。さあガンガン。さあ20日トークス画面、とりあえず1234までは確定ですね。24セット目まではこれで、まあとりあえず一安心。あーダメ。あーかもったいない。頼む。ナイスです。でこれで25までかな。ええ音。よし、とりあえずひとまず3000枚は、まあ優位に超えて、まだストックあります。4つ以上。あれ、あー引き戻すか。ちゃうわ、うん、こういうパターンか。びっくりした。そらそう、そらそう。一回落ちんでもええのに。6日目やれ、やりたい。そう、この辺でもう一回ぐらい絶頂欲しいんですよね。来い。いやーどうかな、もう一回。よし、これ3回連続なんで確定ですね。ジャッピーが、もうここでジャッピーがよ。いやでも出るか。引いてる引いてる。2回、3ゲームまで継続して2回引いたぞ。なくはない。嘘やん、もう強すぎでしょ。さあ24セット目、あと1回ぐらいなんとかゴーダイズでボーナス行きたいですね。で、ちょっと絶頂あるかないかっていうのをもう1回ぐらいちょっとやりたい。そのためにはちょっとストック乗せんとな。この次までが継続確定かな、保証してる分が。はい、で26セット目の9日目、9日目。さあ5台欲しいな。合格頼むで、いけ。次、あーマジか、痛い。いやこれベルいかな。あーいけるか、ベル。あーよかった、間に合った。対決は確定、ここっすね。誰、チャッピーや。あー倒す時が来たか。あーあかんわ。あー強すぎ、これは勝てへん。さあこっからちょっと約束されてない分なんで、何も潜ってるか。いやー終わりそう、マジで。あーよかったよかった、ボタンちゃんのリアルウェイ。もう10日目まで来てんで、そろそろボーナスいるわ。あ、これはある対決ですね。ここで欲しいのはボーナスの煽り。
夕日来い、夕日のアリ来い、小屋んか。あチャッピー待って、もういいやろチャッピー、倒れてくれ、ええ加減。強すぎな。さあまだあるかどうか、終わらんといてくれ。あー怖い、我、あーさすがに終わりかな。3520枚、あー終わった。いやーちょっとなー、 DB カウンター遠くまでハマったんが痛いっすね。まあでも十分十分なメダルっすね、上等や。まあでもめちゃめちゃ楽しい RT でしたね。初超番長、絶頂両方ともで、まあ3500枚なんで、とも結果に並んでよかった。なんかやっぱ多分5やとは思うんで、5な気はするんで、さすがにまあボーナスそんな多く引いてない中で2回入ってるから、対決の入りも全然悪くない、むしろいいぐらいなんで、だからそう考えるともっと BB 絡めて絶頂あと1回ぐらいはやりたかったんですね、欲を言えば。あ、弁当、うわ、確定よ、初めて見た。早いな、118ゲーム、もん見れた今の。さすがにないか、金閣寺、あーほら出た5です、間違いない。あー恥ずかしいな、ほんまにこれやから、にわかはすごい謝罪があります。初めて見た清水寺にすごい興奮して金閣寺って言っちゃいました、ほんまごめんなさいまあでも清水ってのは設定に以上確定の画面でしたね、恥ずかしい。おっさあやぶね、やっと423ゲーム、324枚、ああ勝ったね、よかった、マジで長かった、591ゲーム、ダメアウト、断髪きつい。やめよう、いやもうちょっと減らしてもうたな、マックスからちょっと減りましたけど、まあこれやめましょう。まあ設定はあると思います、ただでもまあちょっと時間的にもう十分ずっと過ぎちゃってるんで、満足したんで帰ります、行くもん行けたし。ただまあマックス手玉から多分結構減っちゃってるかもわかんないですけど、楽しかったんでよしとします。じゃあちょっとこのまま出玉紹介いきましょう。さあということで、この絆めっちゃ優秀ですね、5542、角に隣もいい感じやし、ざっくり見た感じ、2分の1か3分の1ぐらいは高設定かなっていう感じがします。あーハーデス強いな、ハーデス強いっすね、やっぱ今回も多分半分ちゃうかなこの感じで、外旋も強いです。あー毎回鉄板の転生、ここすごいですね。で番長3、僕が売ってるやつから多分ずっともう、並びで設定こうかなっていう感じがしないでもないですね。まあ売ってる時も言ったんですけど、デッドの入り方とか並びで多分設定、高かったと思います。てな感じで、まあ強かったと思います。多分絆とかも高設定確定してたっていう報告、まあ、結構あったんで、しっかり、まあ、高設定細胞設定も使ってるんじゃないかなと思います。で番長も、まあ、横の台金閣寺とかジェットの入り方とか見て、まあ、しっかり設定5を多分多めに使ってるのかなっていう感じはしました。という感じで、まあ、多分記事がまだ出るんで、それもしよかったら見てみてください。はい、という感じで、まあ、僕は
僕も、満足の実戦、最後ちょっとへこんじゃいましたけど、まあでも全然、プラスで終わることができたんで快勝ですね、気持ちよく帰ります。お疲れ様でした。3回連続やで、やばない、やでやでいやほんま、すごい、ちょっとすごいな、結構歴史的っていうかギネス記録乗るレベルな感じな気がする。妊婦効果、妊婦効果なんかあるらしいな、男の子に妊娠しとったら、うん、だからほんま今3回連続フリーズです、マジで。前々回が、ガールフレンドで、前回がまあ麻雀物語、ちょっと確率はあれですけど、で3回目今日が番長3のフリーズ、しかも MB からのフリーズなんでかなり薄いです、確率的にかなり薄いらしいですんで、そうだね、多分絞られちゃうかな、言わしそうということで、投資と回収ちょっとさっき言うと、投資が400枚、回収が2841枚ということで、で多分設定的にもうほぼ5かなとは思います。まあ多分言いましたけど動画内でも、まあ絶頂2回っていうのもでかいですし、あとまあ他の要素も含めても、設定5が濃厚かなと思ってます。後相撲できましたし、ほんま番長3って結構わからんのやなと思いましたね。悪いとこだけ見るとやっぱ捨てられるんやなっていう感じもしました。で、はい、解消です、よかったですということで、YouTube のコメント解消していきましょう。はい、サンシックスさん、人生変わってても鬼嫁と結婚しててほしいやって。あ、鬼嫁とまた見つけれる。いやでもね、まあ確かになんかこういう…鬼嫁って鬼嫁のことかな、鬼嫁やんな、鬼嫁やろ、そらそらどういうことやん、世間一般の鬼嫁、やっちゃえ、鬼嫁になる人と結婚してる、やっちゃえ。まあでもほんまに、まあちょっと正直、正直というか、まあ思って本音を言うと、うん、また手紙書いてくれてる、それはないけどいやまあ結構珍しい仕事してるから、まあこういう仕事を、まあされてくれてるというか、まあ支えてくれてるような、まあ受け入れてくれる嫁さんっていうのもなかなかいないと思うし、まあほんまにな、いつもありがとうございます。何笑ってんの？だからまあまあ来世でもよろしくお願いします。いやどうしようかな。なんで？何言ったらいい、このスペシャルコースなんでどうしてくれるって言った、うん、まあその撮影手伝ってくれるからマッサージするっていう約束付きの今撮影ですということで、まあ番長3のいいとこ見せれたんじゃないでしょうか。まあ特にあれですね、合流格ステージからの、ボーナスが当ててのそのループ男気ループかな、一番面白いところを見せれたんで、まあ、それだけでも良かったです。まあ、あとは絶頂2回と超番超ボーナスのイケイケ感を皆さんにお伝えできたと思うんで、まあ、よかったらこれ見て番長3打ってみてください。はい、以上です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週でも見ました何やそれ